どこだこれ。ああ、こっから？オッケーオッケー。キャップまだかな？キャップまだだ。これどうだ？ちょっとセーブ更新しとくか。今度ちょっと後ろまで回ってみようかなと。逆、せっかくだからね。やっとこれではめれたもんね。ワンじゃねえ、ツーは。おっと出たな、化け物。声出すなバカ。されてんのかな。強化されてね、これ。よし。これここじゃないの？壊れてる壊れてる。これ空いてるところのアイテムパクられてたのこいつのせいかなと思ったけど、そうでもない。あビビらせんなってマジ。いたいた。よし、クリティカル出たから死んだろ。109は開く。レオンの分がなくなるでしょうが。104。ありがたいね。ありがたいね。106、104。あ、全部パクれるわ。あ、電池あった、電池。こっちのアイテムはまあそもそも2がないからね。これ ID カード？違うか。あれ今ここに花瓶あったの消えなかった？気のせいか。視点変わっただけか。よし、電池発見。組み合わせ。イエーイ。さあ、カルロス戦ももうすぐ終わりそうだ。リッカーはやった。組み合わせ、よし行こう。もういいよ、こんなほっときゃもう行く場所分かってるし。上から来たね今。
ここじゃこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。了解。了解。爆発する。3秒。短っ。近っ。ここが壊れていたのはこいつのせいだったんだね。え、いるー。え、あ、逃げられない。そういえばこんなになってた。はっ、やめろー。これは手榴弾が正解だったか。食らいながら抜けよう。あ、やべ、死んだかも。うっ、これだけはね、手榴弾が正解だったな、これ。何人おるねん。はあ、え、マージって、手榴弾が正解だ。よし、俺を殺せ。わあ、こんなにいるとは思ってなかった。死にながらコンティニューができる。ビャー、うまい。さあ、もう分かってるからね。ここにいる大量の敵には手榴弾をぶん投げてやればいい。了解。閃光だとね、やっぱ倒すのに数かかっちゃうから手榴弾だな、これは。できるだけ奥に打ち込みたい。ドカーン。よいしょ。だいたい死んだが、そんな死んでないけど、まあいいか。なんかめちゃくちゃ奥まで飛ばなかった。そう、慌てるな、順番だ。おお、だいたい死んでるね。よしよし。ここは手榴弾。さすがにここ全部倒すのに弾使うのはもったいない。RTA する人とかだったら多分ね、人気者は辛いね、先行手榴弾で抜けたりするんだろうけど。スプレー、アガルトライフ。さあ、ここのやつどうするかだよね。シャキーン。一回ちょっとリッカーどれぐらいの耐久力、アサルトライフで戦ってみるか。音出たよ。あ、大丈夫だ。あれの音は気づかないらしい。行くよ。そろそろラストだと思うんで、行くぞ。ほう。ん？まあ、投げてなかった。はいよ。強っ。サンセットか、強いな。これだったらナイフで戦った方がマシレベルじゃないか。リッカーから逃げるためにもしこっちに走ってきたら、実は2体目がいるとかだったら嫌だよね。開かない。よし、あれ、まだ赤い。あ、こんなところに弾が。アサルトライフルサンセット使うのは強いね。だ、よし、
はい、到着。 ID カードはちょっと痛いな、あれは。ふう。いるか？いそうだね。バード博士。バード博士。やっとつながった。私が何か呼び出したか分かってるのか。もう心配ない。助けてやる。今どこだ。病院から出られている。病院。あたりは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。なんだと。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは。おお、ワクチン知ってるのか。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。殺すのは最後にしてやる。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。おう、あ、開いてるじゃん。開いてんじゃん。開いてんじゃん。くっそ、 ID カード。もう気になるわ。あとはレッドハーブツールボックス。ゲット。レッドハーブ。これは組み合わせておこう。そしてこれもいらないね。捨てとこう。あ、箱ある。で、ここに確かスプレーが。レオンの分。どんどんのレオンの分がなくなっていくぞ。ん？なんだこれ。調べられない。前列にいるのはジルか。あった。おう。ジルってことは、これ1のメンバーたちか。4人ぐらいだよね、生き残ったの。そのうち1人も今さっき死んだもんな。羊羹事件ね。7月23、2ヶ月前ぐらい。アルファチーム、羊羹を爆破解体し5人か。原因はアムラ社が羊羹の、あ、これ自分が何やってたかが分かるのか。自分の会社が生物兵器 T ウイルス。え、タイランドさん来る？大丈夫？どう、終わったか仕事。無能が。え、外出ろってことこれ。出たくないんですけど。早く仕事しろよ。わけのわからん USB メモリがないな。もう全部回ったぜ。何か使えるものがないか一通り探したと思うんだけど、まだかい？ダーツとか出たくないんだけど。おっと、ムービー入ります。ああ、どうした？え、誰？脱線した？脱線した？怪我人は？ジルか？おい、マジか。なんだって？ジル、ジル、何があった？ジル取れなくしてるの？ジル、答えろ！悪い、行かなきゃ。分かった、バードは任せろ。任した。4時43分。トロフィーカルロス急行。
これでカルロス編完かな、とりあえず。 ID ボックスの中身なんだよ教えてくれ。数分前、結構カルロス編やったよ。地上への出口を探そう。残ったのは私だけ。割と弾余裕だったね。手榴弾の位置だけ間違えなければカルロス戦はさっくりいけそうだね。結局ね、あの先行手榴弾使って無視して、その後あそこの集団だけ手榴弾ぶっかましたらね、リッカー無視したら割と楽勝だったか。終わったから言えるんだけどね。カルロス、聞こえる？カルロス。物騒なものが。最悪。通じない。ワインスアローダンだ。そうか、ジルはここ職場だからね、あのケンドさんとか仲良かったんだね。ワインスアローダンはもう試したか？そいつは最高だ。お前のお気に入りのあの子よりもな。だが数が少なくて扱いも難しい。テクを叩き込め。必ずグレネードランチャーにセットしろ。壁や地面に向かって撃つとくっつくぞ。敵が近づくと爆発するぞ。フォーの時に結構使ったな。デカブス相手に、腕づくは禁物だ。できる男のテクで骨抜きにしてやろうぜ。つまり、ネメシスから逃げる時に設置して逃げろってことかな。よし。持っていこうかな。どうせセーブもすぐそこだしな。グレネードこれ弾補充したら交換ってできるの？弾を変えるとかないかな。三角四角お、変えれる。L1。お。変えれる、変えれる。OK。じゃあ今からこれを使うんだろう。ね、これ魚用にね、ちょっと残しといて。わざわざこれくれたってそういうことだよね。で、OK だね。今ね、こうタイプライターがタイランドに一瞬見えてビクってした。タイランド、タイランドいるのって思っちゃった。よし、オッケー。